かゆみとは、皮膚と眼検結膜、微粘膜に起こる、ひっかき反射を引き起こす感覚を指す。かゆみが発生すると、むずむずとした、不快な感覚を感じる。かゆみと痛みは、以下のような共通点を持つ。一方で、以下のような違いもある。なお、かゆみと痛みは、非常に複雑に関係していると考えられている。アトピー性皮膚炎は、 かゆみ過敏の状態を引き起こし、衣服の接触といった通常では、かゆみにならないような刺激を、かゆいと感じるようになる。皮膚層過湯症と呼ばれる、目立った原因のないかゆみについては、治療法が見つからない場合もある。乾燥や服の締め付けなど、いろいろ理由は考えられており、高齢による老人性のからがわ症の場合は保湿剤を使用する。若者の場合は、 高ヒスタミン剤の効果が見られず、治療が長期化する場合もある。痛みの意義については、外からの危害を避けるための無意識的な反射活動と捉えられている。かゆみも、従来は、通覚神経が反応して起きると考えられており、痛みと同様にその防衛反射を、さらに補強するものと思われていた。いわば通覚の軽微なものがかゆみであり、書くことで、かゆみが抑えられるのは、 明確な痛覚を与えるためと考えられていた。しかし2009年、かゆみが痛みとは独立した神経経路を持った感覚であり、痛みには反応しない大脳の頭頂用内側部のくそび全部で反応が起きていることが発見された。かゆみに対して書くことで症状を一層悪化させる。体に危機を発する痛みと異なって、かゆみの意義については不明であり。 現代医学の限界点である。かゆみを引き起こす代表的な原因物質であるヒスタミンが痛みの神経を活動させたり、ブラジキニンやカプサイシンなどの痛みの原因物質がかゆみの神経を活動させることが分かっており、かゆみと痛みは非常に複雑に関係していると考えられているが、これらがどのような経路で伝えられるか、 同じく頭頂用にある一時体制感覚矢を含む中心語回との関連性はいまだ解明されていない。特に書くことで痒みが抑えられる理由についてはかつては常日の通り通覚との関連で説明されていたが2009年に否定されてしまったため不明になってしまった。痒みに過剰に反応してしまい痛いと自覚するまでに自身を自傷してしまうことがある。 かゆみがひっかき反射行動を自律的に起こすことができる、体の部位に限定されている、などの理由の説明はついていない。ありがとうございます。